21パイロッツ2016-21パイロッツはアメリカ合衆国オハイオ州にて結成された二人組ロックバンドである。バンドは2009年にリードボーカルのタイラー・ジョゼフと元メンバーのニック・トーマス、クリス・サリフによって結成され、現在はタイラー・ジョゼフと助手団によって構成されている。バンドは数年のツアーと独立した作品発表を経て、 2010年半ばに名声を得た。2009年に、自費出版アルバム、21パイロッツ。2011年に、リージョナルアットベストを発表。2012年に、フュエルドバイラーメンと契約を結んだ。2013年、彼らのレーベルデビュー作、ベッセルを発表。2015年、4枚目のアルバム、ブラーリーフェイスで、飛躍的な成功を収め、ストレスドアウト。 ライドという二つのヒット曲を生み出した。さらに映画スーサイドスクワットのサウンドトラック用に録音されたシングルヒーサンズはアメリカで最高2位を記録。オルタナティブアーティストとして初めて二つの曲を同時にビルボードホット100のトップ10入りさせた。バンドはグラミー賞に数度ノミネートされ、うち最優秀ポップデュオ、グループパフォーマンスを受賞している。 2009年、大学の同級生であるタイラー・ジョゼフ、ニック・トーマス、クリス・サリフの3人で21パイロッツ結成。同年12月にアルバム、21パイロッツを発売するも、ニックとクリスが脱退。2011年にハウス・オブ・ヒーローズのライブサポートドラマーだった助手団が加入し、2人体制となる。2012年にフュエルド・バイ・ラーメンと契約し、翌年に、 グレッグウェルズをプロデューサーに迎えた3枚目のアルバムベッセルをリリース。2015年にリリースしたアルバムブラーリーフェイスは全米1位を記録した。21パイロッツはピアノ、シンセサイザー、ドラム、ボーカル、時にはウクレレとベースを融合する。彼らの歌は通常詩に基づいている。ジョゼフは詩が長すぎると歌詞に合わせて ラップをする必要があると語っている。バンドの音楽性は、オルタナティブヒップホップ、エレクトロポップ、インディーポップ、ロックである。人々が典型的にバンドを特定のジャンルに所属させ、そのバンドを説明するのは難しい。しかし、多くのファンは、技術的に非公式なポップのサブジャンルである、トラッシュおよびスキゾフレニアポップに分類している。 彼らの歌の多くには、キリスト教神学についての引誘と神についてのメッセージが含まれており、バンドの過去、現在含めたすべてのメンバーがキリスト教徒であるが、21パイロッツはキリスト教音楽バンドとはみなされていない。スケルトンクリークのロゴバンドのファンダムは、スケルトンクリークと呼ばれているが、多くのファンはターンに、クリーク、クリークと呼んでいる。 スケルトンクリークにはロコが2つあり、長い縦の線にいくつかの短い横線が重なって表示されている。左側にはエイリアン、右側には頭蓋骨のような頭がある。ありがとうございます。